今のお気持ちをお聞かせください。コントのあすいません、コントのさん、コントになってんだな。じゃあなるほど、新しい、はい。皆さんこんにちは、ゴン役を演じます大友紫苑です。初日を迎えまして、前回とは一味違った作品を届けられたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、キルア役阿久津道香です。前作が終わってからすごくハンターハンターロスになってたので、今回、ハンターハンターザステージ2でまた舞台に立てることすごく楽しみです。よろしくお願いします。クラピカ役の大越優希です。いよいよ来たかという感じですが、早く、皆様に見ていただいてどんな感想を持っていただけるのかがすごく楽しみです。はい、レオリオ役のレオリオ役の近藤紫苑です。早く冒険に行きたい気持ちがいっぱいで夜も眠れません。頑張ります。はい、密か役の岡の山の入る女と書いて木山春樹です。前回よりも売れたリンゴちゃんたちにお会いできるの楽しみにしてるから、今回もたくさんリンゴいっぱい食べたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、黒戸役の大友紫苑です。素敵な作品になるように頑張ります。よろしくお願いします。まだ上演はされる前ですけど、もうすでに劇場リハーサルの時点でも、まあ、僕は一番に見させてもらって面白いなとかワクワクするなって思って見ております。これを、お客様が入ることによって最後の本当にピースとして本当劇場全体を使って物語の世界にも入っていっていただけるような演出になってると思うので、とにかく劇場で待ってますので、まあ、配信もありますけれどもぜひ劇場に来てください。お待ちしてます。はい、本当にとても盛りだくさんな、エンターテインメント作品になってますので、ぜひいろんなキャラクターに感情移入しながら、楽しんで見ていただけたらいいなと思っております。お願いします。はい、太田さんはじめですね、新しいキャストも加わってより一層ワクワクする冒険になると思いますので、世界中の皆さんもぜひ見てください。よろしくお願いします。バイ。はい、これから僕たちは、冒険に出ますけれども、冒険に出るとさまざまな出会いがありますね。そのさまざまな出会いに、出会い、戦い、そして成長して最後千秋楽一皮むけて皆さん、またこの作品が終わって次へとつながるような作品にしたいと思います。まとまりませんでしたけど、まあ、こういうことがレオリオのいい一面でもあります。よろしくお願いします。はい、なんかあんまり実感が湧かなかったんですけど、こうして、各務取材などを受けていると始まるんだなという気持ちになっています。前回のハンターハンターザステージとはまた一味違った、ストーリーになっていますし、でもそのハンターハンターのこう面白さであったりワクワクする部分ってたくさんあると思いますので、そこを楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。僕らキャスト陣もそうですけども、アンサンブルの皆さんも今回も前作と同じようにいろんな役をやってこう、たくさん走り回ってこのストーリーを盛り上げてくださっていますので、そういった、キャストの皆さんや、スタッフの皆さんの力も借りて、素敵な舞台をしっかり届けていこうと思いますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。はい、そうですね、稽古をたくさんしてきて、あとはお客さんが、来てくださることで、ハンターハンターザステージ2が完成すると思いますので、今回は、東京そして大阪公演もありますので、本当にたくさんの方々に楽しんでいただけるように精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで最後なんですけども、1年前、この場所で、取材をした時のようにこう、まあ、1年は経ってないんですけど、成長できたようなこう、まあ、ゴーンだったり他の役だったりとかをこうしっかり見ていただけたらなと思っています。ちょっと身長も伸びちゃって今ちょっと
こう、ね、ちょっと重心を落としてこう喋っているんですけども、場面もすごい同時進行で同じ話、いろんな話がこう交差したりこうぶつかったりとかするんですけど、すごい光の表現とかもすごくて、こう見ててワクワクするようなこう舞台になっていると思います。皆さんぜひ、楽しんで見ていただけたら嬉しいです。以上です。